動けなくなるまでやるなっての。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。サスケ、お前に会えば答えが分かる気がする。だから俺は。これで翡翠の目は回収できた。さて、サスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り、休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても何もできんぞ。あと、これは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことを知りすぎている。我らだと？俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また会おう。じゃあな。サスケくん！サクラか。昔とまるで感じが違う。これがサスケくん？何しに俺の前に来た？サスケくん、私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケくんが木の葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。サスケくんの望み通り動く、もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなの何だっていい。私はサスケくんの言う通りに。木の葉を潰す、それが俺の望みだ。お前は本当に俺のために木の葉を裏切れるのか？サスケくんがそうしろと言うなら。なら、それを証明してもらおう。こいつにとどめをさせ、そうしたらお前を認めてやる。どうして？この人はサスケくんの仲間なんでしょ？今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。この人は関係ない。ここで、ここで私が今サスケくんを倒せば全てが終わる。やめろ、サスケ。できないのか？サスケくん。お前はここで消す。あの耳に
私の声は届かない。あの目に私は映ってない。もう今のサスケくんは私の知ってるサスケくんじゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手で。サスケくん、あなたを止めてみせる。戦闘開始。さくら、お前の力じゃこれは止められねえよ。戦闘開始。こんな戦いもう終わりにしましょう。お前みたいな継続な忍びがウチハに勝てると思うな。もうあの頃には戻れないの。勝負あり。お願いサスケくん、もうこれ以上は。もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケくんと歩くことを望んでる。お願い、もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがる。イタチの命と引き換えに笑ってやがる。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがる。サスケくん、今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。カカシ先生、本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。サクラ、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取り憑かれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ、カカシ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は？お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。まあこれは俺の役目だ。サスケ、どんなに落ちても
自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目ホカゲ様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそお前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に変えてもらう。